どうも皆さんこんにちは。2024年の5月5日は下に見えてます岩国飛行場、岩国基地のフレンドシップデーとなっております。要は岩国基地の航空祭ですね、それの完全ガイドとして今日はこの F-35B で飛びながら紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いします。下に見えてます岩国基地ですけれども、基本的にはアメリカ海兵隊の基地になっています。その他にはアメリカ海軍もいるし、海上自衛隊の部隊と、あとは岩国錦帯橋空港もありますので、官民共同の空港になっています。こうやって空から見ますとね、海の上に滑走路がはみ出してますけど、それ以前は内陸の方に昔滑走路がありました。今名残が残ってますけど、であとは港もありますね。港のところから日本が買ったオスプレイだったりとか、あと最近だと E-2D なんかもあそこの港の地区から揚陸をされてます。US-2 があそこのスロープから上がったり降りたりとかしてます。このように海に面してますから、標高は10フィート、大体3メーターぐらいしかなくて、滑走路の方向は02と20、ほぼね南北に向かってます。滑走路の長さは 2460m の幅が 60m、 結構幅広の滑走路になってます。飛行場の近くに飛行艇の US-2 が離陸着水するための C レーンというものが設定されているそうなんですね。 C レーンが3本設定されているそうです。でもそれどこにあるかわかんないんですけど、さあ本日の機体はですね、岩国基地に常駐する海兵隊の VMFA-121第242海兵戦闘攻撃飛行隊の機体になります。 F-35B ですね、通称バツと言われます。この他にも F-35B の飛行隊が VMFA-121 の第121海兵戦闘攻撃飛行隊も所属しています。その他にも FA-18CD の飛行隊がローテーションで配備されてたりとかしますね。去年ニュータバル基地で日米共同訓練をやった海兵隊の機体は FA-18C の本国からローテーション配備されているデッドデビルズという飛行隊だったですね。あとは海兵隊の方では空中給油の KC-130J を装備する飛行隊も常駐しています。アメリカ海軍の方では第5空母航空団に所属する FA-18 の EF とか、あと FA-18G のグラウラー、あとは E-2D とか C-2A とか、横須賀に空母が入港している時は飛行部隊はここの岩国にいるというような状態です。あとは海上自衛隊ですよね。海上自衛隊の飛行部隊としてはUS-2 が一番目立つかなと思いますけど、その他にも P-3C を改造した OP-3 とか EP-3 とか UP-3 とか、そういう派生型がいっぱいいます。ちょうど色がついた格納庫の屋根のところが海上自衛隊エリアかなと、めちゃめちゃ広いんですよ。この辺り急滑走路のエリアになりますね。急滑走路は今エプロン地区としても使われてます。岩国基地フレンドシップデーの行き方なんですけれども、まずは鉄道とシャトルバスを使うのが一番メジャーな方法になるかと思います。 JR 西日本の岩国駅は基地の北側にある今津川のもうちょっと上のとこにありますね。あれが岩国駅になります。当日広島方面とか山口方面から臨時列車が運行されます。ですけど朝からものすごい人でごった返しますので、ホームからバス乗り場までずっと行列が続いてるっていうような感じになります。では実際にですね、ほとんどの岩国基地に向かう皆さんの出発点になる JR の岩国駅を出発点にして、岩国基地までのルートをこの F35 を使ってですね、辿ってみましょう。これでストーブルモードにしますね。エンジンが下の方向きましたね。これで短距離離陸と垂直着陸のモードになりましたので、これだとゆっくり飛べますから。はい、岩国駅が前方に近づいてきました。岩国駅の、西側の方がターミナルが広がってまして、でシャトルバスもここから出発しますね。ですけどシャトルバスの行列もですね、すっごい並んでまして、シャトルバスに乗るまでが結構時間かかります。シャトルバスで行った場合もですね、岩国基地の基地内に着いてからも結構歩くんですよね。それを考えると私はシャトルバスは乗らないかなと思います。で、私が好きなのはですね、こう駅の近くに駐車場があるので、有料駐車場に車を止めて、でそこから徒歩で行きます。正直徒歩の方がバスに乗るための行列待たなくていいので、徒歩で行くのもあんまり時間変わんないかもしれないです。この山陽本線を東側に渡って、前方に見えるここの県道の橋ね、県道の橋が岩国基地に行く一番近い橋になるので、ここの橋を渡っていきます。そうするとですね、基地が近づいてきますので、バスで行く場合には確か北ゲートから入るんですが、徒歩とか自転車で入る場合には西ゲートから入りますね。西ゲートね、確かあの辺りかなと思うんですが、自転車の場合もこのゲート近辺で自転車を降りてもらって、あとは徒歩で行きます。実際駅から基地のゲートまで行くよりも基地の中に入ってからの方が長く歩くかなという印象があります。で、基地内どこを歩くかっていうのはあんまり詳細は話しませんけど、この辺りは通路しか通れませんので、まだ一般公開されてないエリアですよ。で、一般公開されるのは、ここの、ちょっと前のところに C17 とかオスプレイが止まってますね。この辺りから公開されます。この辺りですね。で、戦闘機とかも展示機が置いてあったりします。そしてメイン会場はこの先管制塔があって、こちら側の手前側の通路と、あと奥側の2か所の通路で、滑走路に一番エプロン地区に行くことができます。とこっち側の通路ですね。はい、でこの赤と青の格納庫の間からこちらの滑走路に一番近いエプロン地区に行くことができます。実際にメイン会場はここら辺になります。はい、じゃあギアダウンして降りてみます。この F35B の、訓練展示もありますね、飛行展示もありますので、また楽しみですね。こういう垂直着陸も展示があるかもしれません。はい、着陸成功。到着しました。最前列のところには有料観覧席、1人6000円のところ6500円でしたね。それとカメラマン用の有料観覧席が2万円のところがありました。2万円のカメラマン席はもう売り切れになってましたね。基地の中は非常にだだっ広くて、日陰がないですので、格納庫とか空いてたりしますけれども、そんなに休めるとこはないですから、日焼け対策をしっかりして向かってくださいね。迷子になりにくいように格納庫にですね、あっち象のマークがありまして、ここはキリンのマークですね。はい、あちらパンダのマーク。それぞれに目印が、動物の目印がつけてありますので、迷子対策に使ってください。今度はこの公式ページで予習をしていきましょう。これが岩国基地フレンドシップデーの公式ホームページになります。書いてあります通り、開門は午前7時からですね。最前列狙いたい人はこの開門に合わせて入場するように頑張っていきましょう。今回のプログラムとしては、こちらのページに書いてある通りですね。場内の案内は英語がメインになったりしますので、自衛隊の基地とは違う雰囲気が楽しめます。ブルーインパルス飛びますし、海上自衛隊が、多機種の編隊飛行が、予想されるかなと思います。アメリカ海軍第5空母航空団の、ホーネット関係のフライトでしょうね。こちらもあるでしょうし、同じ山口県の航空自衛隊防府北基地の航空学生によるファンシードリームも予定されている。民間からは、レッドブルエアレースで有名な村屋さんですね。村屋さんのフライトとか、岡山を拠点に活躍しているウイスキーパパのフライトも予定されています。それ以外もですね、期待できるのはこの海兵隊のデモンストレーションですけれども、離陸して空中給与をやって、で、その後で地上攻撃、近接航空支援をやって、また基地に戻ってくると。そういった流れをデモンストレーションするという、そういった内容ですね。こうやって爆破シーンもありますので、これ楽しみです。戦闘機の機動飛行としては F-2 とかスーパーホーネット、F-35B が予定されています。陸上自衛隊のラペリング、これは防府北基地の陸上自衛隊のヘリが活躍するかもしれませんね。地上展示機については、こうなっておりますけれども、僕は US-2 が好きなので、フライトの方でも飛んでくれると嬉しいなと思います。じゃあ次は食べ物とグッズ、こちらのページを見てみましょうか。T シャツなんかは、2400円、1800円、キーホルダー1200円。妥当な価格をしてますよね。で、毎年楽しみなのが、食事なんですけど、アメリカのあんな食べ物がいっぱい売ってるんですよね。ハンバーガーやら、ピザやら、いろいろあるんですが、超円安の情勢でですね、価格がめちゃくちゃ上がってきてます。昔ね、ハンバーガー1個400円、500円ぐらいで買えてたと思うんですけど、これね、見てください。これただのハンバーガーですよ。900円。これドリンク、ポテトなしですよ。ハンバーガーだけ。900円ですよ。チーズバーガーになると1000円。皆さん買います?これ。ね、ホットドッグ、ホットドッグ1200円ですよ。本当にね、パンに挟んだだけ。1200円ですからね、さすがにちょっと買えないなっていう、コスパ悪すぎですもんね。ピザの方はそんな値段上がってないかなと。前からこれに近いぐらいの値段だったと思うんで、これはね、あんま変わってないかもしれない。スイーツもハンバーガーと比べると買いやすい値段になってますよね。飲み物300円ぐらいだったらなんか出せるかなと思います。しかしゲータレードそんな高く なかったと思うんですけど、800円になってるなぁ。前買ったんですよね。こうやって見てると、日本国内で調達したものは安くて、輸入したやつは高くなってるような印象があります。輸入したものは高くしてるんじゃないかなとか、そんなことを思いますね。缶ビール800円するなぁ。ちなみに、後でお話ししますけど、お酒の持ち込み禁止なのに、会場内でお酒売ってるってよくわからない状態、お金に余裕のある方は、アメリカの雰囲気を楽しみながら、こういった食べ物を楽しんでみてください。専用の臨時駐車場はありませんので、シャトルバスとか徒歩で来てくださいということですね。公共交通機関など使いましょうということです。はい。歩行者、自転車、西ゲート。実際シャトルバス使う方は、ここをクリックすると、バスの情報飛びますね。6時半から運行します。片道大人500円、子供半額。IC カード使います。ね、往復1000円になりますけど、お金を準備してご利用ください。セーフティーガイダンス注意事項。晴れてたら直射日光がすごいですので、水分補給と日焼け止め、日差しを抑えながら頑張りましょう。で、歩く距離長いので歩きやすい靴。迷子。多い時は十何万人とか集まりますので、迷子になっちゃうと、探すの大変ですからね。リストバンドを配布してますので、リストバンドに連絡先とかを書いておくといいですよということです。はい、基地内に入るためには写真付きの身分証明書が必要です。12歳以下の場合は身分証の提示がなくてもいいけど、大人が同伴する必要がありますということですね。で、重要な持ち込み禁止のもの、自衛隊の航空祭で禁止になっている三脚一脚椅子はここの持ち込み禁止物の中には入ってないので、持ち込みは可能ですけど周りの観客の迷惑になる場合もありますので、注意しながら使ってください。さっきの、フードのところで言いましたけど、ほら持ち込み禁止のところにアルコール入り飲料って書いてあるでしょ、ね、持ち込み禁止だけど中では買えるよって不思議な世界です。その他の注意事項としては、エプロン軸も基本的に禁煙になりますので、決められた場所で喫煙はしてください。軍の制服、ミリタリーっぽいような服は混乱の元になりますので、着ないでくださいということです。はい、と政治活動の禁止ということも書いてあります。会場のマップになりますね。会場でもちっちゃい冊子が配られるんですが、人が多すぎてあんまり取れなかったりする可能性もありますので、ここで一度確認しておくといいですね。先ほどのフライトシミュレーターでも示した通り、北側からエプロン地区に、ここが出入り口でエプロン地区に入って、滑走路から遠いエプロン地区と滑走路に近いエプロン地区がありますね。それぞれで飛行機の地上展示がありますが、出店が多いのは左側の西側の地区になりますね。で、それぞれの格納庫に動物のマークがありますので、集合場所なんかの参考にしてください。で、有料観覧席はこちらの辺り、滑走路に近い辺りです。無料の観覧入りはその後ろか、もう滑走路の端っこの方でね、この辺が無料の観覧エリアになります。で、それぞれの通路が、南側と北側にそれぞれのエプロン地区をつなぐ通路が設定してあります。こっちの方にはゲートから会場に至るまでの道のりが書いてますけど、本当に簡単な図ですね。中にどんなものが配置されているかというのは表示はしてありませんね。とにかく広いので頑張って歩きましょう。チケットについては、有料観覧席は大人6500円、子供6000円、カメラ撮影用は2万円。カメラ撮影用の方はもう売り切れですね。どんなレンズでも使えると。記念品もついてる。一般有料席も記念品もついてますけどね。エリア内で三脚望遠レンズ付きカメラ。6インチですからね。15センチぐらいを超える望遠レンズは使っちゃダメなので、ほぼ禁止ですよ。なので、でかいカメラ持っていく人は、有料観覧席では撮れないという、っていうとこですけど。で、こちらもお金に余裕のある方は、購入してくださいね。はい、では岩国基地フレンドシップデーの完全ガイドとしてやってきましたけれども、皆さんいかがだったでしょうかね。日差しが強ければ、体力だけでなくですね、日焼けにも注意しながら体調を崩さないように頑張っていきましょうね。はい、では皆さんどうもご視聴ありがとうございました。